応援してくれた方ありがとうございます。あのね、それでなんと秒針がなんと、あ、りんちゃんありがとう、来てくれて。りんちゃん、もう毎回同じパーティーに行ってるのになかなかね会えないね。ちょっと今度ゆっくり飯行きましょうや。 CD 買ったよ、ありがとう。まあそれで、あのオリコンが、オリコンが今日デイリー出て3位、オリコン3位でした。みんなのおかげですね。3位、飲みに行こう、飲みに行こう、りんちゃん飲みに行こうね。3位、秒針3位になりました。ありがとうございます。中澤さんとの白髪どうだったで、中澤さんは、いつも髪切ってもらってるんだけど、うん、あのすごい上手に白にしてくれますってことで今日は稽古が終わって、稽古が終わり家に帰ってきて、今さっき帰ってきたばっかなんだけど、あれやね、バイト中ちゃんとバイトをやんないと。おめでとう、ありがとう、皆さんのおかげで、オリコンデイリー3位、秒針ありがとう。カップリングのニューワールドは僕も詩は一緒に笹さんと共作っていうことで、稽古終わりです。あとね、あの舞台、あのチーム、今あのチケット発売始まってるんで、ぜひぜひ見に来てください。まあ、あとあの映画、渋谷シャドウもね、もう公開決まってて、俺も登壇する予定なんで、ムーラブの、イベントぜひ遊びに来てください。まあ、あと土曜日リリースイベント、日曜日にもリリースイベントあるからね、リリースイベントは無料で見れるから来てや。正気いるんだよ、正気がいるの、ダブチ正気正気ありがとう、リリースイベント来てくれてありがとう。プリズカウンティカリフォルニア、カリフォルニア行きたいですよ、予約して。最近まあ俺は何をしてるかっていうと、ずっと最近はもう稽古ですね、稽古。土日行きます、ありがとう。土曜日行きます、ありがとう。毎日稽古して、稽古が終わったら、こうやって、お疲れ様って、ビール飲んで、みたいな、一日を過ごしてるんだけど、そうですね、そんな感じです。地方ね、地方に住んでるから行けない、そうやな、ありがとう。行く勇気ないです、全然、初めてでも全然来てください。お酒好きなの、お酒は好きです。お疲れ、ありがとう。稽古終わりのビール最高ですね、最高です。水曜日来ました、ありがとう。初めて飲んだお酒なんだろう、なんだろうな、ビールわかんねえ。中澤さんにやってもらう、おーよかったよかった、ぜひぜひ、あの俺がライブ、あのインスタライブやってたよっていうのに中さんに言っといてください、ありがとう。 It's almost 5am in California。 5時朝の早起きですね。
何のお酒が好きなんですか？ビールが大好きです。めっちゃ声が低くなってびっくりしました。ありがとう。ご飯はまだ食べてないな。たくさんコメントありがとう。また久々に会いに行こうっと。ぜひ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 来てくださいな。久しぶりだけど言っていい、全然久しぶりでも何でも来てくださいよ、待ってるんで。年下王子再放送見たよ、ありがとう。ご飯何食べるんですか？迷ってます。何食べよう。宿題あります。ホームワーク頑張って。 K とかはちょくちょく会ってるよ。あ、明日職場で。ありがとう。俺自炊できないんだよね。自炊できなくて、一時期牛丼超好きだった。そんな全然かっこいいよくないですよ。まあ、とりあえず今日はお礼のお礼をしようと思って、みんなにありがとうっていう3位、皆さんのおかげで3位取れて、まあ、取れたっていうか、まあその3位オリコンデイリー3位っていうね、本当に感謝だなと思ってそれを伝えたくてやってるんだけど、なかなかこうね取れるもんじゃないからさって思うのよ。最近海外行きましたか？なんか1ヶ月ぐらい前かな、行ったんだよ。家族で旅行しに行ったんだけど、妹と、俺妹がいて、妹とあとお父さんとお母さんと3人でグアムに行ってきました。超楽しかったな。まあ、母さんとかさ妹が買い物がやっぱ好きだから、買い物が中心、観光と買い物中心だったけど、2泊3日行ったんだけど、まあまあまあもっと痛かったし、とりあえずなんか家族でこうやって旅行しするのっていいなって。なんか海外旅行なんてさ10年ぶりぐらいに行ったから、そう 10年ぐらいだよ。最後に行ったの多分その韓国に両親と行って、それこそ僕のお父さんのなんか会社の旅行、なんか社員旅行みたいなで、まあそういうきっかけっていうか機会があったから行かないみたいな話になって行ったんだけど、よかったな。謎に前日グアム飛ぶ前日にね、まあホテルに泊まるわけですよ、成田ので。まあ成田の、まあ、ホテルに泊まるってなって、まあ、俺とお父さんと、まあ、妹とお母さんがいるわけじゃないですか。でいるから、その、まあ、部屋が別々だったの、俺とお父さんで妹とお母さんだったんだけど、俺ねなぜか父さんとなぜかベッドが一つのなんかダブルのベッドしかなくて、謎に俺が父さんとダブルベッドに寝るっていう、よくわかんない、もうだ15年ぶりぐらい一緒に寝るなんてっていうことをしてバカだよね。ほんと面白かったな、いろいろ。まああのあれだよね、こうやっぱいろいろ離れてね気づくものっていろいろあると思うから、やばいよね、クソおもろいよね、クソみたいなおもろいよな。そうそうそう
で俺地元仙台だから、その地元のねえなんつうかこうあるじゃん、すげえまあ支えてもらったんで感謝すごいしてるかな。まあね、お腹すいたな、ちょっと。もう冬だね。なんか今インフルエンザとか流行ってんでしょ。風邪ひかないように。俺もそうだけど。あ、ゆうたくんもライブ配信してるんだ。ゆうたくん。仙台寒いよ。仙台寒いか。仙台寒そうだな。おすすめスポット、おすすめスポットか。仙台いっぱいあるよ。妹は3歳差だから、3歳差だから今19じゃないかな。海で撮ったのは妹がねフィルム最近始めたって言ってて、でフィルムで撮ってもらったんだけど、すげえいい感じに撮れてて、ええやと思ってやるやんつって。バイバーイ。また39度2分はやばいな。うちの息子小学校が学級閉鎖、それはやばいわ。学級閉鎖になればやばい。ビール飲んでるね。フィルムは結構味が出るから、ぼちぼち。こんにちは。お腹すいたな。お、俺のベッドのトイストーリーが映ってしまった。トイストーリーの布団が。あのね、まあ今ちょっとちらっと映ったトイストーリーのあの布団は、あの前にあの差し入れのプレゼントやね、ファンの子がくれて、それを使ってるって感じかな。トイストーリーの布団こんな22歳のやつでトイストーリーの布団に寝てんだよ。バカでしょ。あ、もうかれこれ結構使ってんだよね。これもらったのが3年ぐらい前なのかな。ずっと使ってるな。実家もトイストーリーのグッズめっちゃあるんだけど、まあ改めてまた言うけど、本当にオリコンランキング3位、まあ秒針買ってくれて、そしてまあ聞いたりとかいろいろ応援してくれてありがとう。たくさん聞いてください。うんうん、結構ね、大事っていうか、レオンがいる。レオン久しぶりじゃん。黒崎レオンいたわ。久しぶり。元気してっか。足つった。あら、まこさん寒いね。寒いっす。今俺舞台やってるんですよ。舞台やってて、なんかさ、舞台久しぶりにやってんだよ俺。本当にまあクローズは出たけど、ストレートの舞台すげえ久しぶりで、なんかいい、まあ芝居今ね、集中稽古期間中なんですよ。集中稽古で結構9時間とかがっつりあるんですけど、ぼちぼち大変っすね舞台って。やっぱまあそのカンパニーによるかもしれないですけど、舞台ってすげえ大変やなと思って改めて。
彼が似てる。そうだね、そっか、よかったよかった。左手大丈夫か。札幌ビールが、まあ俺が一番好きな、これは毎日飲んでるかな、この黒ラベル黒ラベルが、なんかさ、いや本当あれ、今回の舞台はストレートですね。そのまあ俺は表現することが好きだからさ、やっぱこうなんて言うんだろう、すごい楽しいよ今すごく。渋谷シャドウもムーラボで先行で始まるから、上映会が、特別上映会始まるから、まあ、ぜひもしね行けるよっていう方いたらぜひぜひ来ていただきたい。全然こう、まあ映画撮ってから久しぶりに舞台やってたんで、そのやってるんだけど全然違うなってやっぱ改めて思ったかな、そこに関しては。ありがとう、特別上映渋谷で友達誘っていくよ、ありがとう、天帝でから応援します、ありがとう。なんかさ、こうその嬉しいよね、こうインスタグラム、インスタとかでもこうそのこうやっぱ俺こうね、コメントとかなんかこうタグ付けとかストーリーのタグ付けとかもちょくちょく見てるんだけど、こうしてくれたりとかしててすごい感謝してます、本当嬉しいよそれは。それはっていうか、うん、普通にありがとうってかって思ってる。こんばんは。そうなんですよ。あ、なんか変なやつつけちゃった。バカ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 。あ、本当ありがとう。ツイッターに上げてくれたんだ。ありがとう。そう、最近コメントをいいねとかしそうしようかな。あのね、そう、うん、こちらこそですよ本当に。ありがとう。もうなくなっちゃうなビール。ツイッターいいねしてありがとう。まあなんかこうそのあれ、その渋谷シャドウを見て初めてリク、あ本当ですか、ありがとう。まだね多分宣伝で回ってきたのかな、ありがとう。それこそさ、なんて言うんだろう、そのまあなんか出会いって結構 大事だと思うから、うん、なんかそうだね、俺もこうまあ会える時っていうか、こう応援してくれる人に極力会いたいから、もしねそのなんだろう、こうね感謝の気持ちを伝えるのが今はまあ今日か、今日とかこういうこういう形で伝えられるから、伝えられるっていうか、まあ、わからないけど伝えたいなと思ってこういう形で伝えさせてもらってるんだけど、もし本当に会えるんだったらさ、会ってね言いたいから。そうだね、まあそう、やっぱ演者ってさ、こうなんだろう、こうやっぱ一人でもね、こうなんか多くの人に見てほしもらいたいんですよ、いろいろ自分がやるものをより多くの人に見てもらいたいなっていうのは変わらないから、そこに関しては本当に
わっくいさん、わっくいさん、そろそろちょっと飲みに行きましょうよ。わっくいさん、もう1年ぐらい会ってんじゃないですか。わっくいさん、今舞台やってるんですよ俺。稽古してて、今集中稽古してるんですよ。先輩がね、遊びに来てくれました、舞台の。舞台の先輩がね、こう久しぶりに、I can see your performance. ありがとう。みたいな感じだからさ。そうだな、29歳で年上だけどイベントやライブ行ってもいいね。全然年なんか関係ないし、全然来てくれる方は結構幅広いから、幅広いっていうか年齢あんま、そうだね、本当に幅広いから全然こう機会がある時に、うん、一人でもなんか会えたらいいかなって俺は思ってる。昨日もさ、こう初めましてなんですつって来てくれた人がいて、で応援してますって言って、すごい、ね、嬉しかったし、うん、なかなかなんかさ足運ぶのってさ、も俺もそうなんだけど、俺結構好きなアーティストのライブとかよく見に行くんだけどさ、こう時間、誰、何かに時間使うって結構大変なことだからさ、すげえ感謝して、感謝って嬉しいんだよね。ありがとう。その時、待ってるよ、待ってるわ。その時言って、なんかまだ会いに行くって言ってたんですよって。俺は別に何でも何でも話す。ありがとう。今個別会もやってんのかな。個別会大阪と東京でフォーチュンもう締め切ったのかな。ごめん、ちょっとまだわからないんだけど。あ、これ聞いてるよ。なんて読むんだろう。すごいいい曲あるよね。サウシードックっていうのかわかんないけど。そうそうそう。あ、嬉しい。生き方とか考え方とか含めてありがとう。俺はそんな、別に寂しいとかね、そう、俺別に強い人間じゃないし、なんつうか、まあね、人やからな、みんなそのあれだけど、こうなんかね、そうだな、俺結構、俺はまあ小さい頃からこういうなんか仕事みたいにやって、で結局こうそれで影響を受けてきてる、影響を受けてきたから、なんだろう、なんか音楽とか、そのもちろん映画とかドラマとかでなんかそうめちゃめちゃ影響を受けて育ってきたから、そういうのでなんかそういう人間になりたいなと思ってるんだけど。ニハオ、ニハオっていうのかな。ありがとう。そう、個別、ま、いまだに迷ってる。個別会はまだやってんのか。じゃあ初個別会行くよ。ありがとう。大阪東京まだ個別やってるっぽいな。あるっぽいか。個別いけるか分かんないんだよね。個別会だとなんかそのね、トークもあるし、まあ、写真とかもあるのか、写真握手あるのか。子供が寝てくれないから一緒に見てるよ。ありがとう。嬉しいや。そのリックが影響を受けて作る音楽が大好きです。ありがとう。嬉しいや。
なんかそうそうそう、めちゃめちゃなんだろうな、音楽はめっちゃあれだし、うん、今でも影響を受けてるし、それこそ最近とかはなんだろう、俺全然アニメとか見なかったタイプなんだけどさ、最近アニメとか見るようになって、それとかまあ映画ドラマ見て、はい、安い来たなんか見て、結構ね、こう感慨深いっていうかさ、なるよね、それで人の心さ、こう変えたっていうか、動かしたらすごい素敵やなと思う。俺それで動かされてきてるから。昨日あの後ね、カズマと飯行ったもんな。飯行って。What kind of language you know to speak?そうだな、こんばんは。僕が喋れるのは少しだけ英語だね、少しだけ。あ、ラップはちょっと今ね、音源制作中だから、ちょっと、ま、舞台もあるし、まだライブはちょっと今だな感じやな。特に出せるものはリックに負けないぐらいでもに頑張る。一緒に頑張ろう。アザシンブライド、アニメなの。ちょっとチェックしてみようね。本当だよ、台風の日俺もさ、ライブめっちゃしたくて、6人で出れるってなってるし、なのにさ、台風のせいでなくなってさ、まあ、一生恨んでるわ本当に、あの台風。そろそろね、仙台行きたいよ。仙台ね、静岡も どこも、いろんなとこ行きたい。おととい新潟来てくれた時、あ、本当ありがとう。まあとりあえずその最終稽古を駆け抜けて、そうですね、頑張っていきたいと思います。いろいろと2年前も台風でウォーターイベント消えた。はいはい、ありましたね台風。6人で、そうやな、そうだね。体調に、みんなもね、体調気をつけて。今すごいなんかあれね、さっき学級閉鎖してるって言ってたから、息子があって、気をつけてください。あー、舞台来てよ。そっかそっか、あんまり舞台やってないからね俺。かかりました？大丈夫？インフル気つけて。多分髪だね。髪がさ、今さあれじゃん、前髪あるじゃん。久しぶりっていうか最近結構めんどくさくてさ、髪の毛乾かすときさこうやるから、それでね、ちょっと若く見られることが多いかもしれない。Have you watched Fairy Tail River? あ、Fairy Tail ね、昔見てたよ。Fairy Tail。撮ろうや。DK が。
嬉しいな、それは。舞台入れ髪切ったんだよね、結構長かったんだけど。あ、それ面白そうだよね、炎の消防隊。俺ね、喉ね、結構あんまケアしてないんだよね言ってあんまりね、喉い、まあ扁桃腺とかは腫れるけど、そこまでなんかとか。おいくつですか？22です。22。野球シーズンも終わったしありがとう、ぜひぜひ来てや、遊びに。野球好きなんだ。普通に風邪ひいた、大丈夫か。田中です。半年ぐらい、そうだな、プライベートとかで見かけたら声とか、あ、全然かけてくださいな。ソードアートオンラインか、あ、いいな。なんかいいって聞くんだよな、それ。骨折してた、大丈夫？あ、はいはいはい、プラスミね。大丈夫？骨折したの大丈夫か。さあ、22なんです。サトルもライブしてる？そっかクリスマスね、俺は忘れてないよ。東京は過ごしやすい、過ごしにくいんじゃない？なんとも言えないな、そこに関しては。俺はお酒はビールが好きなんです。あ、なくなっちゃった。化粧水何使ってる？あれだね、俺アベンヌ使ってるよ。動いてる、ありがとう。せいせい、冬は飛行機怖くて現場に。飛行機ね、冬怖いね。ではでは、オーマイガーですと、なんて言うんだろう。いや、今日ね、まだ一杯しか飲んでない。あ、嬉しいな、ありがとう。卒論、俺もやばい、卒論マジで。うわ、卒論やべえ。そう、卒論やべえマジで。そうなのよ、卒論やばいんだよ。リクのために日本語で一生懸命勉強します。ありがとう、ありがとう。じゃあマジ卒論やべえ、どうしよう。やるか、頑張るわ。まあ実習頑張って、実習。じゃあ今日はまあこんな感じで、うん、終わりにしますわ。こちらこそありがとう。またやります。こちらこそありがとう。あら、ハンノキパイセン、ハンノキパイセン。久しぶりですね。楽しい時間ありがとう。こちらこそ、来たばっかりの終わっちゃった。あら、そっか、来たばっかだったんか。
宮城今回リリーベないんだよね。またまたまた、では次そろそろじゃあ飲みに行きましょう。飲みに個別待ってます。個別ありがとう。それこそありがとう。好きです。また来ます。ありがとう。じゃあオリコンありがとう。またまた。バイバイ。